俳優、歌手の香取慎吾が主演を務める2025年1月期のフジテレビ系木曜劇場、日本一の最低男私の家族は偽物だった。毎週木曜後10時に俳優の志尊淳が出演することが決定した。最低男一平の義理の弟で二人の子供を育てながら保育士として働く心、有識、シングルファーザー役を演じていく。フジレンドラ出演は、探偵、ゆりりんたろう、2020年、カンテレ、フジテレビ以来約4年半ぶりとなる。同作は、人生崖っぷちに追い込まれた、家族嫌いで子供嫌いの、最低男が、選挙に当選するためにシングルファーザーの義弟とその子供たちと共に暮らすことになるというストーリー。今の時代ならではの社会的テーマも舞い話し盛り込みながら、日本一の最低男が家族を、社会を、そして日本を変えていくために奮闘する姿を笑いあり涙ありで描く完全オリジナル作品となる。